アロハ、ビッグアイランド在住の時間がやってまいりました。お相手は私ヒロと、ハワイ島在住ミュージシャントミーさんです。トミーさん、アロハ and happy Thanksgiving everybody。 そうですよね、サンクスギビングでしたよね。サンクスギビングでしたね。11月26日より、もうね、日本は最近あのハロウィンみんなやってんだけど、まだサンクスギビングってあんまりね、まあアメリカ特有のもんなんで、そんなにポピュラーじゃないと思いますけども、アメリカはサンクスギビングはかなり大きなあのホリデーなんですね。もうサンクスギビングが終わったらクリスマスのシーズン。サンクスギビングが終わって、サンクスギビングの次の日のブラックフライデーが終わると、もうラジオ局でもクリスマスソングかけ始めて、今度はクリスマスに向かってまっしぐらみたいな感じですよ。さて今日なんですけど、これはですね、ホームパーティーですね。ホームパーティー、まさにサンクスギビングのホームパーティーですね。もう本当に典型的なターキーがあって、マッシュポテトがあって、手作りスタッフィングがあって、グレービーソースがあって、僕これあのカルビをね、僕が作って持参したんですけど、これルーの親友のリアナちゃんで、ここの家族はなんとね、あのおばあちゃん日本から来た、本当におばあちゃんなんで、おばあちゃんだけは日本語でばあちゃんばあちゃんってみんな言ってるんです。あ、そうなんですね。うん。ちなみにこのサンクスギビングのこれお昼間ですよね。これ昼ですね。昼1時か2時ぐらい。こういうふうに、まあ皆さんで持ち寄ってサンクスギビングはパーティーしたんですね。うん、その通りですね。だからハワイなんでちょっとハワイっぽいやつがあったりね。なかなか楽しいですよ。これなんか紫さつまいもを、あのイムって言って、地中でよく豚を蒸すあの石窯あるじゃないですか、はい、そこで本当に蒸したやつで、こうみんなでこうやって集まってパーティーで、まあ食べる前に写真撮りましょうみたいな感じでね。This is the end. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch. そしてパーティーが終わった後はトミーさんの歌ですけど、この歌は一体何でしょうか？これね、日本で今結構みんな知ってる歌でね、One scotch, one bourbon, one beer っていう歌で、あの吉田類さんの酒場放浪記の主題歌になってる歌です。そうですね。これね、しかもあのジョージ・ソログッドっていうロック系のブルースシンガーがすごい速いテンポで歌ってんだけど、本当のオリジナルはこういうね、ちょっとしっとりゆっくりしたね、あのジャズとブルースの中間みたいな感じの曲なんですね。You got what I want, just a surprise.Since my baby she's gone, everything is lost. I'm on this kick and I can't get off. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer.Listen here, I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. My woman started me on this spree. I can't find her, she can't find me.She left me this morning, she said she wouldn't stay. She's been out all night long, and it's a break of day. One scotch, one bourbon, one beer.
one scotch, and one bourbon, and one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon. はい、そしてですね、この日はライブが終わった後はお食事に出かけたと。そうですね、サンクスギビン の、 ね、ランチをいただいて、その後ライブをして、で、夜10時ぐらいに腹減ったな、なんてたまたまその近くにミュージシャンの友達がいたから、じゃあ飯でも食おうぜなんつって、得意のハゴス・オン・ザ・ロックスの向かいがハンピーズが夜中までこの日はやってたんで、サンクスギビンの日夜遅くまでやってる店って少ないんで、ハンピーズは頑張って2時までやっててくれたんです。そうなんですね。うん、ちなみにここはですね、本当にカイルワコーナーの中心地ですよね。もうど真ん中ですね。寿司塩野さんの本店があったりするショッピングセンターの一角ですから。ちなみにまあ日本の観光客の方とか、こんな夜遅くにこういうとこってなかなか入りづらいじゃないですか。うん、でも全然治安はね、いいんで。ちなみにこれはね、こっちがもう僕の大好きなの、レタス4分の1グリルしたサラダで、これはオアフ島のノースショア の、 シュリンプが有名じゃないですか。はい。それをね、ここ出してくれるんですよ。だからオアフ島ノースショア風シュリンプっていうね、メニューがあって、これお味はガーリック味ですね。ガーリックバター味でうまいですね、これね。大好き。日本の観光客の人ね、店の真ん前まで来てメニューを見て店の中見て 90% 入らずに帰っちゃいます。だからこういう楽しいお店にね、みんな本当ね、行ってそれこそ楽しんでください。ホテルだけのレストランじゃ物足りないですよ。そうですね、そういう店を紹介するのがビッグアイランズアイですからね。はい、ではですね、これからもそういう店をたくさん紹介するというところで、今回もお別れしたいと思います。ありがとうございます。はい、どんどんエンゲル係数上げてきます。アロハー。 Got to let the sun shine, shine through the break of day. Thank you.